What's up guys? This is So-chan. 皆さん調子どうですか？今日はですね、前回森社長に、お誘いを受けた LA Eats Japan に、リトル東京のど真ん中です。まあ見てください。11時から、まあ始まるらしいですけど、あー森さん今日はもう相当来ますよ。いっぱい来ると思うんで、よろしくお願いします。暑いですね。暑いね、これ本当に珍しいです。本当に11時間ですか？どうしてもこんだけは珍しいね。で、まだ今日何店ぐらい出店されるんですか？今日、食ブースが20ぐらいで、食以外が10だから、はい、まあ35ブースぐらいあるかな。で、イベントはもう11時から夜8時まで楽しんでください。楽しみですね。はい、まあ、今日は思いっきり楽しみまーす。お面ですよ、お面。これもう日本ですよね。いや楽しいな、これは面白い。これ何か1個買いますか？スーパーボールです。頑張って。はい、頑張ります。逃げる逃げる。このドヤ顔撮ってよ。これでいきます。ほら、取りだ。おー、いいですいいです。はい、バイ。楽しんでね。だんだん人が増えてきてるね。あそこにシェイクラーメンっていう。何シェイクラーメンって。何、ラーメンをシェイクするってこと？シェイクラーメンって何ですか？シェイクラーメンはドライヌードルみたいな感じで、はい、中に麺とベジーとミートが入ってて、はい、で食べる前に振って、はい、そして食べるラーメン。おお、これ新しいですね。あ、そうですね。見たことないと思う。ちょっと食べますか。いけー、イエーイ。よく振ってってことなんで振ります。イエーイ。シャキ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 。あーあーああ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 あ。おー、おー、うまそう。うん、これもうラーメンだよ。いい感じに汁が絡まってて最高にうまい。これやばいやばいやばい。続いてこちら、宮崎牛です。見て、やばいよこれ。やばくないこれ。ブリッとしすぎだよね。最高。英語和牛、宮崎牛です。いただきます。これやばいよ。めちゃめちゃうまい。最高です。朝夜さん、メイドカフェです。ちょっと僕も行ったことないんですけど、ちょっと興味あるから行ってみましょう。 お名前なんて言うんですか？あ、はい、サイと申します。サイちゃん。はい、サイちゃん。サイちゃん、いいね、かわいいですね。ここはどういうお店ですか？あ、これはロサンゼルスのメイドカフェです。わあ、すごい。これは写真を撮ってもらえるということで。はい、チェキです。あ、チェキ。いや、チェキです。 We decorateかわいい。 Thank you, thank you very much. Thank you. イエーイ。皆さん、これコスプレの人たちですね。今から舞台に上がる直前のシーンでしょう。これ見てください。これ皆さん、チャンピオン、 I don't know, maybe. チャンピオン、頑張る。Will be champion? No? No, probably not.
お名前聞いてもいいですか。メンコイガールズのゆうきです。何をやってるんですか。あ、今日はこのうちわに皆さんの名前とかいろいろとか書いてます。ぜひ、あ、書いてほしい。はい、じゃあ、 YouTube のそうチャンネル、はい、そうちゃんでお願いします。すごいうまくない？これ。いただきました。そうちゃーんねる。今ね、もう12時回ってきたぐらいだから、今一番結構お昼の時間帯で人が多いかも。ラーメンバン、ありがとうございます。これやばい、うまそう。もちもちのパン、これ蒸したやつだ。で、焼きそばとフォークと大好きな卵でね、タレがね、また美味しい。続きまして、お好み焼きです。お好み焼きってもう大阪本場でしょ。で、大阪出身だから、もう僕はお好み焼きめちゃめちゃうるさいんで。ありがとうございます。あ、早い、もう来た。もう来たよ。あ、うまそう。卵が入ってるからめちゃめちゃうまそう。うん、しっかり味付いてる。めちゃめちゃうまい。これは大阪人も納得の味です。いや、暑くなってきたんで、こちら続いてチェーブダイスです。めちゃめちゃ暑い。これ11月本当に。いただきます。やばい、めちゃくちゃうまい。見て、もう夜になったらね、人がすごいでしょう。ね、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ますなんか一言あれば。はい、でも、来年はですね、また LA でもやりますけど、ラスベガスでもやりたいなと思ってます、何か。イエーイ。そうちゃん、寝る。たこ焼きといえば、もう我が町ふるさと大阪ですよ。めちゃめちゃ普通にうまいわ。今落ちてきてもう戻ったし、いろんなもの見たし、もういろんな人がいて、もう最高に楽しかったよね。もうなんかいいよね、こういうみんながまたコロナの前の時みたいに触れ合いっていうかな、なんか、触れ合いっていいなって思いながら、やっぱ、うまい。バイ。Thanks for watching. If you enjoyed the video, please like and subscribe. See you next time.